グチャンネル。はい、パート5かな。あれです。やっていきましょう。ちょっとね、飛び飛びで実況してるので、前回何があったかがあまり覚えてないんですけれども、まあ、ひとまず前回録画ミスがあったのを覚えてる。で、いくつかね、つがいの動物をね集めていってるっていう状態ですね。皆さん、動物ポイントはご存知でしょうか。動物たちの飼育環境がいいと獲得できる動物からの感謝の印のようなもの。まずは動物の飼育環境を整えてポイントをゲットし、しかるべきタイミングが来るまで貯めておくといいかもしれませんね。なるほど。しかるべきタイミングとは、あ、そうそう、レッサーちゃんもね、なんだっけ名前、エサピッピそうだそうだそうだ。あ、ピョンサの言うことが上がり、あれか、柵なしになったのか。あ、餌をあげられるようになった。はいはいはい。こういう報告さ、もうタイムラインでこっちに流しておいてほしいな。1回見たらさ、もう2回目はもう報告いらないかな。ちょっと一瞬 SNS 消化します。はい、消化しました。ちょっとじゃあいろいろ見ていこうか。環境のところにまず森、まあ、クスノキと杉の木が大量にあると。これは結構探検行ったからだね。で、動物はいない。なるほど。動物紹介所にはいるけど、馬、待って待って待って、オスだよね。これさ、今気づいたんだけど、ここ下に園内に何がいるか書いてあるね。これ便利だね。はい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 、まあ、馬はメス待ちだね。なので運営から、違うな、動物から探検するやりましょうか。意外とね、大きな森、前回結構固執して、ここを4分の4にすることを固執してやってたんだけど、あちち砂漠も全然できてないし、これまで あった近くの森とかよくある草原についても全然見つけられてないから、ちょっと攻略していきたいなと思います。一回砂漠行くか。新しい、なんだろう、エリアが欲しいね。動物も変えようか。追加。わ、ニワキングぐらいだ。ニワキング有効度70なの。すごいな。ニワキング連れてくか、とりあえず。オッケー。おお、砂漠だ。あちち砂漠ってなんかいいね。シャワーヘッド。何それ、ヤシの木。あ、ヤシの木なんだ。はいはいはい。それはゴミですか。あ、動物ポイントまあ1ポイントはゴミな、ゴミみたいなもんだけど。え、砂漠の動物ってなんだろう。うわー、待って、ニワトリなんだ。だからニワトリは、ニワキングはここ適性高かったわけね。あ、でもいいんじゃない、園内。あ、でもメスメスかぶりか。まあどうしよっかな。いや、新しい動物探そう。おお、3ポイント、これはでかい。あ、ゴールがゴールが見えてしまった。ちょっともう一回行って、ニワトリしか出ないよだったら多分まだタイミングが違うんだと思うから、もう一回だけ行きましょうか。 OK。 ああ、はいはいはい、まあ行きましょう。で、その行ってる間に、プレゼントとかしつつ、これ進行してていいけどね、下。おー、運動ね。はいはいはい。お、オッケーオッケーオッケー。いっぱい草がある。来い。来ないな。来い来い。あ、来たー。これミーアキャットだ。いいねー、いいなー。よし、開始しましょう。餌代少ないね。これはもう餌代アップで攻めるか。
よいしょ。ああ。おら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 。餌台で。オッケー。ナイス。なんかスムーズだったね。優しかった。はいはいはい。結構ね、お金そんな消費せずにクリアできたのと、ポイントもね、抑えられたのが良かったね。ミヤ、ミヤだよ。ミーアキャットのミヤだよ。ちょっとこれはハマんなかったかな。ちょっとあんまりデフォルトのやつと変わんなかったけど、ミヤ猫にしました。ミヤキャットだからね。これは来るか？おお！リクガメだ！これは欲しい。かわいいリクガメ。勧誘ね。オッケー。任せて。おやつおやつ。餌代も。遊ぼう。行ってる行ってる。遊ぼう。おやつおやつ。来た！かわいいリクガメ。はいはいはい。いや、いいなぁ。リクガメいいなぁ。リクガメさ、リアルに買いたいんだけど。ハヤテ、ハヤテいいね。ハヤテいいね。ハヤテよかったな。ハヤテにするか。だから砂漠ゾーンを作ればいいんだ。はい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 。ってなると、あと一匹見つけたいけどね。でもいつもの流れで言うと、おそらく見つからないんだろうな。アリスカってことは、あいつかな。気になるな。一回やめて、で、探検する、あっち砂漠で、ここ、動物、いないんだ。アグアニマズの人気が高まるにつれて、お客さんから、遠直通のバスを出してほしいという要望が殺到。もうバスは運行されてるのか。話題になってます。とりあえずじゃあ建築で砂漠ゾーンを作っちゃおうか。砂漠ゾーンどこにしようかな。なんかこの辺囲って、ちょっと待って、道作ろう。道作って、当たっちゃうな。まあ、いっか。この辺ちょっと別エリアで、こっちに伸ばして、おそらくここキワキワでしょってことを考えると、まあいいか、こうしとこう。よいしょ。で、建設、動物。とりあえずミヤネコをここ。ハヤテが2マスなのか。ハヤテをここ。環境で、アリ塚、それからヤシの木、環境アップアップ、いいね。これでだいぶいいんじゃないかな。で、建築終わったら、どうしようかな。建築終わったら、あ、俺を枠取れたか。お、30でかい。建築終わったら探検行こう。多分さ、なんかその新しい動物を獲得する要素として、まあ、連れていく動物の影響もあるんじゃないかなっていう仮説で行くと、まあ、ちょっと探索、一緒に連れていく動物をまず増やそう。相性いいのね。でこの2人ちょっとね、有効度が上がってないから、ちょっと待ってね、一回戻ってちょっとだけ有効度上げよう。お世話する。アイテムを使う。猫でしょ。お魚。安直か。そもそも猫じゃないし。あ、いまいちだ。いまいちではある。なんだろう、ミーアキャットってなんかミルワームとかそういう系のイメージ。虫。あ、やっぱいいんだ。おお、でかいでかいでかい。はいはいはい。いうことちょっと上げね。
まあちょっと上がったらいいか。まあちょっとだけ上げて、アイテム使おう。小松菜とかそういうイメージ。ああ、はいはい。有効度5も上がった。いいね。ああ、いいんだ。小松菜と、あと草？草は低いか。小松菜の方が高いか。なんかあとキャベツ食ってるイメージなんだよね。まあでも有効度結構上がるね。いいね。あとはこれというものがないな。まあ、強いて言うならリンゴ、人参とか。まあ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 。ああ、いっぱいになったね。オッケーオッケーオッケー。まあ、これでいくか。これで探索しましょう。オッケー。さあ出てきてくれるかな。おー来た。ちょっと今ねよそ見してたわ。来てた。ダチョウ、ダチョウ来たけど。いいね。ここ砂漠さ全部さ獲得できたよね。これで交渉しよう。これは獲得したい。餌代が安いから、やっぱ餌お金かけて遊び出そう。遊ぼう遊ぼう。遊べ遊べ遊べ。オッケー、ナイス。これはでかい。きた、ダチョウね。名前、あ、いいね。普通にミーいいわ。ダチョウ、いや、ミーいいか。名前、グリグリだ。なんか、ダチョウってさ、なんか、坊主頭好きらしくて、結構グリ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 こうね、頭を寄せ集め、こう、坊主頭に頭をこうグリグリこうして、じゃれてるのが、すごい印象あるから、グリグリにしました。さあさあ。ヤシの木もいいね。これはでかいんじゃない？砂漠コンプリートしたけど。落ち葉？はい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 。あっち砂漠。あ、もういい。もういいかな。オッケー。ってことはさ、こいつの適性ってさ、ニワキングの適性ってなんだろう？ちょっと見たいな。ニワキングはでも、あれなんだ。草原なんだ。適性ではないんだ。とりあえずグリグリを設置しましょう。グリグリどこかな。ちょっとどうしようかな。そんな何匹もさ、ミーアキャットここ来るでしょ。ってことは寄せていいな、まあ、ここかな。一応ね全員つがいを作ってあげたいと思ってるから、その体で枠を作っていこうかな。邪魔だなこれ。オッケー。お？なんかイベントが。こんにちは。年に一度の SNS いいね大賞の発表です。この1年間 SNS で一番いいねされた動物を発表。お、馬ね、ウサギ、ニワトリ、モルモット。ということはカピバラー。かわいい、かわいいんだけど、何これ、かわいい。好物リンゴか。あ、違うわ、草だ、草だわ。小松菜とかにしてあげて、せめて。はい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 。まあまあダチョウまたね。オッケー。まあでも結構進展したんじゃないか。ダチョウのグリグリはまだ動物に慣れてないため危険度が高い。餌などをたくさんあげて有効度を高めましょう。なんかあれかな。でも待って、まずさ、檻がさ、柵がさ低いもん。
なんか危険度、これなんかとお客さんにこういたずらしたりとかそんなあるかな。とりあえずグリグリにじゃあお世話しましょうか。待って、ちょっと待って待って、何食べるんだろう、何食べるんだろうグリグリは。人参、わかんない。ああまあでもいい、とりあえず危険度ゼロにはしとこうかな。じゃあ何があるかわかんないし、木の実、鳥は木の実食べるでしょ。オッケーオッケー、三角か。虫もダメかな、野菜系かな。リンゴ、微妙だね。何が好きなんだろう、何食べるんだろう。草かな、やっぱ。あ、お魚じゃない、魚は絶対食べない、手に入らない。グリグリに草、あ、やっぱ草か、草なんだ、草食べるんだダチョウって。おー、ようやく。じゃあ草もう一個あげよう、いっぱいあるし。おー、いいねいいね、もう一個あげるか。これで、ま、ご飯も満腹になったし、有効度も5、いいんじゃないか。オッケー。ちょっとさ、ここいらでさ、動物園ガイド見とく。次は星2にするためにはまだまだ人気度が足りないと。いいね獲得、来場者、あーすごい、みんなさ数3体以上とかそんなあるんだ。ってことはさ、やっぱさあれかな、なんか今さ、まあ、2体つがいで買おうとしてるんだけど、それがあんまり合ってないのか。もうちょっとこうでかくした方がいいのかな、それぞれのエリアを。ちょっと時間かけてでもいいから、ちょっとエリア整備と動物獲得やろうかな。とりあえず動物買うか。わっ、豚いる。これ買っちゃっていいよね。待って、リクガメもいる、買おう。もう買おう。この辺なんかちょっと雑になってない。陸王にしよう、メスだけど。なんかピンポイントでゲットするにはいいけど、ポイント結構使うから、まあ大事な、あ、豚もこれもしかして探検で手に入るかもねって思ったら、別に無理して買わなくてもいいかなという気持ちになってきた。ちょっと次回までに動物何匹かゲットしますね。はい、ということで、パート5かなについては一旦、ここまでとして、次回ちょっと探索とか、まあ、円のね変更の成果をね見せられたらなと思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。